こんにちは、作曲家ギタリストの黒澤大輔です。今回の動画は初心者向けに初めてのドラムの打ち込みというのをやっていきたいと思います。使うソフトはガレージバンドという無料ソフトで、こちらは Apple からリリースされているソフトですので、 Mac を持っていれば誰でも無料で使うことができるソフトです。起動から順を追ってやっていくのですが、後半では強弱の付け方やワンポイントアドバイスなども解説していきますので、経験者の方もぜひとも楽しんでいただけたらと思います。それではまずガレージバンドを起動するとこのような画面が出てきますので、空のプロジェクトを選択します。そしてこちらにドラマーというのがあるのですが、こちらは自動的に演奏するドラムトラックを追加する選択肢ですので、今回はこちらの MIDI という方を押します。こちらは自分でポチポチと音符に当たるノートを置いていく、いわゆる打ち込みのトラックになります。でデフォルトだとこのような楽器がロードされているので、今回はドラムですので、こちらからドラムキット、そしてここはいろんな音色ですね。今回はじゃあこのソーキャルというのをロードしてみましょうか。するとこちらに音がロードされました。この状態で鍵盤を叩くともう音が出ると思います。はい、では今回は打ち込んでいくので、まずはリージョンという箱を作ります。キーボードのコマンドキーを押すとこのようにカーソルが鉛筆マークに変わりますので、コマンドキーを押しっぱなしでクリックします。するとこのような箱ができます。ではまずは1小節分のリージョンを作ります。そしてこの箱をダブルクリックするとこのようにピアノロールと呼ばれる画面が開きます。ここにポチポチ音を置いていくことになります。ではちょっと拡大したいので、この右上の横方向にズームというのをスライドしていくとこのように拡大できます。コマンドと矢印キー、右を押すとこのように拡大で、左を押すと縮小というショートカットもあります。ではまず足で踏む一番大きい太鼓、バスドラムを置いていきます。バスドラムは C1 の音になります。でこの音色がどこの鍵盤に当たるかは、この鍵盤を叩くと音が出ますので探すことができます。 C1 に置いてみましょう。ノートの置き方も先ほどのリージョンと同様で、コマンドを押して鉛筆の状態にカーソルをしてクリックします。で置けました。ではこの縦線 1.2 のところにもう一個、 1.3 のところに 1.4 とこのように置いてみましょう。ではこの状態で再生してみます。再生はこの三角ボタンの再生でもできますし、ここにもガイドが出ている通りスペースキーでも再生ができます。はい、こんな感じになっています。で今メトロノームがポツポツポツとなっていたので、今回は一旦オフにしましょう。このメトロノームボタンを押すとオフにすることができます。そしてこの反対三角を押すと先頭に戻ります。じゃあもう一回再生します。はい、これでもう打ち込みができましたね。ではこれをドラムのリズムっぽくもっとしていきましょう。続いては、アクセントに当たるドタンドドタンのタンの音、スネアドラムを置いていきたいと思います。リズムとしてはドタンドタンと2-4にスネアドラムが来るようなパターンにしたいので、まずはじゃあこれをそのままドラッグしてスライドしてみましょう。では聞いてみます。はい、いいですね。ではここにさらにシンバルを追加していきます。でリズムの重要なポイントとなるのはこちらのハイハットという2枚貝のように重ねたシンバルがあるのですが、それを閉じた状態の音がこの F シャープの高さに入っています。これを置いていきましょう。先ほど同様にコマンドを押して鉛筆にしてクリック。ではこのような等間隔で置いてみましょう。1小節に8個。はい、では聞いてみます。ちなみにキーボードのリターンキーを押すと頭に戻ることができます。はい、これでリズムができましたね。で今のようにポチポチと8個置いてもいいのですが、いろんな置き方があります。例えばちょっと縮小をして全部を選んでオプションキーを押しながらノートをドラッグするとこのように緑色のプラスボタンができてコピーすることができます。この状態を離すと、はい、全く同じものがこちらにコピーできました。これで2小節分できました。
はい。では頭にクラッシュシンバルという一番派手なアクセントに使うシンバルを置いてみましょう。高さは C シャープの音がクラッシュになっています。この一番先頭のハイハットを掴んでクラッシュにずらします。では聞いてみましょう。はい、以上がベーシックなドラムの打ち込み方です。ハイハットを弱くしていきます。強弱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 というイメージですね。この E の音ですと強いスネアですが、 D の音だとちょっと柔らかい音が収録されています。こんな感じで短いのともう一つ置くことができます。それで聞いてみましょう。